水面の色が黒々と変わり果てるほどの目を疑う衝撃な姿が、気づかれないように慎重に。よし、まだ初めて見た、すごい。長谷川パセリ、長谷川パセリ。ここの釣り場には自分以外に2組しかおらず、訳を話したらさばいちゃいなよということでしたので、後片付けをしっかりすることを念頭に下処理を始めることにしました。こちらも100均の包丁なので全く切れません。どのようにして食べたらシーバスに失礼がないだとか、家の中でさばいたらどんなに楽だったんだろうなと頭の中でブツブツと考えながらジップロックへ詰め込みます。こんな性格だからさ、釣れたら氷買えばいいやと思ってたらさ、まさかあんな大きいの釣れると思わなかったからね。これから氷を買いにコンビニへ行きます。氷を買った後はツイッターで応援していただいている方が抑えてくれた宿に到着しました。1点ご相談なんですけれど、もちろんホテル内で火を使うのって絶対ダメだと思うんですね。電熱器ってあるじゃないですか。それで簡単な調理とかっていうのはできますか？そうですね、でしたら大丈夫ですか？大丈夫だと思います。ありがとうございます。毎日の車中泊から今日は解放です。最高だ、最高、最高だい。許可はもらったけど、汚したら絶対ダメなので厳重にします。これ自分家から持ってきたタオルです。もちろん帰りもすっごい綺麗にして帰るので、そこら辺はご安心ください。そのまま醤油つけてずるっといきたい気持ちを抑えて、骨を抜いた後は皮を剥がしていきます。切り方もよくわかんないんだよね。自称料理家というか、料理通というか料理3ぐらいの人がいたら教えていただければと思います。もう適当に切ります。ここでもこの包丁は役に立ちません。あとは簡単に調理するだけです。窓を開けたらスタートです。めちゃめちゃ美味しそうです。もちろんお米も準備しました。最高だい。いただきます。でかい。うまっ。最高にうまい。歯ごたえ最高だし、もうめっちゃ甘くてうまいし、最高だ。さあこれはどうだ。やっぱシソ大事だね。ちょっとはスズキの匂いするけど、でもほぼしないと言っていいレベル。なんでかっていうと、一回東京の隅田川で釣ったシバスを食べたことあるんだけど、もう本当にね、臭くて食えたもんじゃなかったね。だからね、感動してるよ。釣り最高だな。そして秋田最高だな。あとここのホテルの人もありがとう。ここの宿取っていただいた方もありがとうございます。ああ、分かった分かった。ん？顔でわかる。